やっぱりそれは結局解散した時に国民がどう思うかと、まあ、解散の大義というのもよく言われますけれども、うん、で国民がおかしいなと思えばですね、うん、それはやった方に跳ね返ってくるわけで,、ね、いやそうですよ、ね。ということは負ける可能性が増えるということだから、うん、やっぱりそれはしっかり考えていかなきゃいけないので、うん、あのそれを考えずにやるということはもう当然ありえない話でありますし。うんうん まあ、あの総理が自分から何も聞かれないように言うってことはあんまりないんですね、うん、この話について、記者が聞くから答えなきゃいけないんですよ、<ー>そこはあの報道だとテレビもそうですけど、うん、総理が言ってるところだけしか映りませんよね、うん、記者の人がもう何回も何回もね、毎日毎日解散について聞いてるところと、なんでセットで映さないのかなと思うんですけどね、<laughs> まあ、聞かれてるから言ってるわけだからね。 確かに時々橋本知事。なんか昔ね。聞いてる人にちゃんとカメラあって聞いてる人と答えるとこ両方出してあの方が見てる人は分かりやすいと思いますけどね。私今林さんのね。お話を伺って確かにね。政治部の記者っていうか、その周りの人たちは？ 好きなのかなって思うぐらい,らい,い。自分は選挙やらないじゃない。選挙好きで、いつですか、いつですかって聞くのが。こ <laughs> の話題をするのが好きなん、ねあと。いや、でも、関心事なんですよね、多分政治者にとってみると。<laughs> <の>やっぱ自分も選挙報道に携わらなきゃいけないとか、いろいろあるとも思うんですけどね。ねそうすると、なんか、私、今、本当、私は、いやな、な、ないっていうか。当然、いつも、いつもあるっていう方が、仕事できないんじゃないかっていうふうに思ってましたけど。<laughs> それって、議員だけのせいじゃなくて、政治運動が、目に、今、まあ慌て、ね、合わせた。やっぱり、その。 報道にちょっとあまりにも執着しすぎるっていうのは、まあ、それはまた別の問題としてあるんですけども林さんの話を聞いてるとやっぱりそのまあ破れかぶれ解散みたいなまあそんなことするとは言ってるわけじゃないけれどもうん、うん、そういうのは結局自分にも跳ね返ってくるからいいことじゃないっていうことで、ね、当然それはだから菅総理もコロナの時に解散をっていうおかしいっていうことはずっとおっしゃって。 てたわけで、うん、歴代そんなもうだか,だからやっぱりそれは解散っていうのは国民に死を問うというのが大義があって、うん、しかも自分たちもこの政権の審判を下,下されるわけですからそれはそういうふうにいやもうのとらやば取られっていうのは考えられないと思いますけどね。 だからみんな勘違いしてるんですよ根本的な奇襲と速度が全ての作戦だ、うん、中立でなければならないって建前になってると